続きまして渡り、このももを縦方向横方向に詰めることで、うんうんうん、すごいなんか体に合ってるような感じになってますよね。お尻周りをきちんとこう合わせていくような、はい、ヒップ周りのパツパツ加減を緩めてあげることができる。皆さんこんにちは、サルト銀座店のダンと申します。今日はですね、前回に続きましてウェンズ EX さんのこのリフォーム大全集っていう本が3冊ある中の一番古いやつ、2009年の続きを懐かしみながらやっていきたいと思います。続きまして渡り、なんか解説書いてありますね。渡りの付け根部分が緩んでるとダブついて見えます。これはなんかね、股上と腿あたり、うんうんうん、ここでは腿あたりを中心に詰めてるんですけど、 ね、これセットで詰めることで最大の効果が出るというか、ダブついてる、なるほどなるほど、この腿を縦方向横方向に詰めることで、うん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 、膝からヒップにかけてのこの綺麗な曲線がふっと出るなるほどね、まあ、実際できた写真見てますと、はい、すごいなんか体に合ってるような感じになってますよね。まあ、要はそのお尻周りをきちんとこう合わせていくような、はい、お直しでしょうかね。そうですね、ここってすごく誰しも気になるところだと思うんですよ。ヒップ下のこれちょっとっていう、なるほどなるほど、お直し、あの中村さんじゃなくてもよく受けるお直しなので、直しですね、はい。ただどうでしょう、最近のお直しでいくと、まあ、逆にそのタイトでパツパツのものを少しこう余裕を持たせてっていう直しに少し変わってきてますね。シフトしてきてますね、うん、浅いパンツの股上って基本的に深くできないじゃないですか、うんうん、まあ、やる方法はなくはないんでしょうけれども、まあ、パンツのシルエットがちょっと細くなるとか、はい、そういうことはまあ出ちゃうんで、股上はそのままで、お尻周りと渡りのところを少し、うん、あの緩くしてあげて、であんまり出ませんけど、裾幅もだいたい幅で1センチぐらいですかね、はい、大きくなるんで、まあ、最近のお直しで言えばですね、このように詰めるってことではなくて逆に出すっていう方が今時のシルエットに近くなるんじゃないかなって思ってますけど、はい、そうですね、基本的に裾幅膝っていうのはあまり縫い代がないとこなんで、目いっぱい出たとして幅で1センチぐらい、渡りは意外と内側と外側で出した場合に幅で 1.5 センチぐらいですかね、はい、一周で3センチぐらい出るものが多いんですけれども、ここの縫い代、ここっていうのは渡りのヒップ側の余分の生地に相当しまして、うん、結構既製品でもここが一縫い代よりもう少し大きく取ってある場合がありますので、うん、ピタピタでも諦めずにご相談いただければ、そうそう、もしくはここを確認して、うんうん、ここに余裕があればヒップ周りのパツパツ加減を緩めてあげることができると。なるほどね、はい、今日はですね、メンズEXさんのこの3冊のうちのビームスの中村さんに解説を入れていただいたお直しの話でした。それではまたお会いしましょう。